ミスターマイヤーさん、今回も勉強になりましたね。日本人の譲り合う精神とか、お先にどうぞって気持ちっていうのは、日本人同士ではいいけども、日本の国、一歩先に出たら、もう通用しないところが多いんだろうなっていうことですよね。これね、確かにそうなんですよ。私も体験することがあるんですけども、でもね、やっぱり日本国内での体験なんで、たまに損するにしても、まあ損することを前提で生きていこうかなみたいなところにね、美学を感じてしまうんですけども、いやいや待てよと。一回譲り出したらいつまでもつけ込まれるなと、この譲る精神につけ込まれるってことも考えないといけないかなと思います。ちょっと乱暴な言い方すると、やっぱり農耕民族と狩猟民族、もっと言ったらね、イギリスとかアメリカっていうのはもともとバイキングを先祖としてる、要するにバイキングって盗賊集団ですよ。海賊集団、人を殺して物を奪うようなね。お腹空いたなと思ったら、隣町になんか豊かな町があるから、それを襲って全部根絶やしにして、で食べ物持ってこようぜみたいなところから始まってる部分もあるとしたらですね、あるとしたら、あの日本人農耕民族で、今日は収穫物がこれしかなかったから、みんなで分け合って、みんなで貧しい思いして、みんなで我慢しようねっていうところとはちょっと正反対なのかなと思っちゃいましたね。だからこそエネルギーがあるとも言いますけども、争いが絶えない、もう本当にね、第三者の裁判を待つしかないみたいなところもあるのかなと、まあよしあしだと思いますし、それをどう使いこなしていくかってことなんですよ。一方的に何かが悪くて何かがいいってことはなくてですね、相対的にどうするかってことが今回のエピソードで学べたんではないかなと思いますね。いや、なるほどね。やっぱりね、こういうやり取りいいですね。はい、次はですね、ロングテール理論です。そうなんですよ、ミスターマイアミさんが言われてるように、究極のSEO っていうのは、一つのテーマに強いっていう、一つのテーマで競争することも一つなんですけど、私の考えてるのは全ジャンル SEO なんですよ。言ってみれば、野球ってキーワードで検索しても私が出るみたいなね、どっかで私の動画があるとかで、ビジネスってやつでも当然出ると、で、あと自然っていうものも私が出てると、自然っていうキーワードを埋め込んで自然について話してるとかね、それから恋愛とかでもちゃんと私の動画ってあるわけですよ。恋愛ね、40代アラフォーの恋愛ってどうすればいいのかってことは私の検索で出るわけですよ。で、お花とかっていうテーマでも私のね、お花について結構知られてないんですけども、熱く語ってる動画が100本ぐらいあるんですよね。で、あと車ですよね。車については最近なんですけども、ナイト2000をはじめとして車について語ってることが結構最近はね、10万回以上のアクセスを取ったりとかしてね、ヒットしてるというところもあります。で、テレビドラマですよね。大草原の小さな家というドラマがありますけども、これの動画のレビューっていうのは私がいつも上位なんですよ。で、他の動画を出してる方っていないんじゃないかなと思うんですよね。私のね、大草原の小さな家で検索すると、私の作った動画が上位から3つ以内に必ず出るんですよ。まあ悪くても5つ以内に出ます。で、アクセスが稼げてるよね。で、ロングランですよ、あれも。だって大草原の小さな家って今放映してないんですよね。で、キャストさんもみんな年取っちゃって、結構ね、お亡くなりになってる方もいるんですよ。でも未だにDVD が売れたりとか、検索するキーワードには少しなんだけども毎年必ず載ってるんですよね。少しですよ。圧倒的なキーワードにはもうならないと思いますよ。圧倒的なキーワードにはならないけども、上位検索はかからないけども、でも一定の数でこれからもずっと大草原の小さな家っていうキーワードはこれからも残るし、それから来年も検索されてるでしょうし、10年後も検索されると思うんですよ。ということは、大草原の小さな家でずっと誰かが検索する以上、私の動画が見られる可能性が10年後、20年後まで続いて、トレンドがないってことなんですよね。全ジャンルで私の動画があるね。これが全ジャンル SEO といって、私の考えている最強の SEO なんですよね。はい、ということでね、ロングテールっていうのを突き詰めると、全ジャンルに私、久保哲郎が絡んでいるっていうのは、世界中のあらゆるもの、宇宙人にしても、豚の飼育にしても、鳥が飛んでるにしても、なんかわかんないですよ、船の旅行にしても、必ず私がいるみたいなね。そんな全ジャンル SEO で、全てのジャンルに顔を出すようなね、そんなロングテール、超ロングテール。本当に再生数は1かもしれないけども、こんなジャンルでも出てんのみたいなね、そんな久保哲郎の YouTube をこれからやっていけるんじゃないかなと思います。で、同じような考え方で、私のサイト量産の作り方も同じなんですよ。1万4000個のサイトってほとんど全部のジャンルが違うんですよ。一つのことで1万4000作ってるわけじゃないんですよね。だからどんなところからも入り口があって、コンバージョンサイトにコネクトできているっていう状況なんですよね。だからこれがロングテール理論をさらに私なりにバージョンアップした方法かなというふうに考えてるんですよね。次はね、ドイツなんですけども、西アークラソンの山根さんね、つながっていただいてありがとうございます。早速ですよ、ドイツ語でなんかご挨拶作ったりとか、ドイツ語でタイトル書いたりとかしてやってくれてますね。これがね、化学反応ってやつなのかなと思います。じゃあ私はね、それを応援する意味で、私もドイツと西アークラソンをこうね、両方とも共通部分を抜け出すような動画を作ってみようかなみたいな気持ちになるわけですよ。これも化学反応ですよね。素晴らしいなと思いますよね。で、最後にですね、
私は外国に行って感じたことということで、前回行ったのがインドネシアなんで、インドネシアについて感じたこととプラスこれを新しいね質問としてミスターマイアミさんに、提案したいと思いますんで、よろしくお願いします。それはですね、税金のことなんですよ。インドネシアに行くと日本車がバーッと走ってるんですよ、350万ぐらいのベルファイアっていう車が、インドネシアは関税率が 100% なんで、300万の日本車を買おうと思ったら700万なんですよ。日本人でもなかなかね、勇気を出して350万っていう払ってローンで買うんですけども、インドネシアの方って700万で買うんですよね。どんな金持ちが買うんだと思うじゃないですか。いやでもね、普通の給料が3万4万の人が買ってるんですよ、ローンで。じゃあローンの金利が安いんだろうと思ったら大間違いで、日本ではだいたい毎回ローンって 3% ぐらいが妥当な金額だと思うんですよね。証券会社じゃ審判会社にもよりますけども、だいたい 3% で毎回ローンを組んでると思うんですけども、なんとインドネシアのね毎回ローンは 30% ですよ。もうこんな法外な、闇金融もびっくりな金利で、しかも関税かけられてものすごい高いわけですよ。でも日本車バンバン売れて渋滞してるんですよ。これはなぜかっていうことなんですけども、これはね、インドネシアの経済成長と給料のステップアップなんですよ。給料がね、7年前に比べて本当に倍になってるんですよ。7年ぐらい前は平均の給料って2万か3万だったんですけども、今ね4万とか5万なんですよ、平均給料。本当簡単に倍になるんですよ、経済成長してるから。だから金利がどんどん高くても将来的には払えていけるだろうという見込みでローンも組むし、審判会社もローンを通すのは、この人は今25歳で給料は4万とか5万だけども、多分35歳になったら給料が15万とか20万になってるぞっていう風な段取りを踏んでローンを実行するわけなんですよね。でそう考えていくと、国によって、日本はねとてつもないこんなローンなんて絶対組めないですけども、もう今ねもう前もって貯金とか不動産とか資産がないと貸さないって時代になってきますから、将来的に給料が伸びるだろうとかそんなこと信じてないですからね。5年経ったらこの人クビになるかもしれないからお金貸さないようにしようかなっていうふうにシビアなんですよ、日本は。証券がねもう経済伸びてませんから、証券会社じゃなくて審判会社ですとかすいません。でインドネシアっていうのはこういうふうな高い税制でも国民を信頼してお金をどん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 貸すから経済回ってるんですよね。だって国が成長してるんで仕事はいくらでもあるんで、それはね給料が上がることをみんな期待しますよ、借りる方も貸す方も。日本のねバブル前期みたいな感じですよね。さあそこでね、ご質問なんですけども、マイアミでは税率ってのどんな感じですかね。まあ州によって税率が違うと思うんで、マイアミについてになっちゃいますけども、例えば関税がね、トランプさん今言ってますけども関税が高いとかね、対中国関税は高いのかな、まあでも物価ってどんなもんかなとかね、例えばランチにだいたい10ドルぐらいかかるのかなとか、5ドルで済むのかなとか、インドネシアはなんか50円ぐらいだと思います、1食30円から50円むちゃくちゃ安いんですけどもまあアメリカではもうちょっとするのかなと思いますしね。でマイアミでは税金はどうなのかなと、日本車も結構走ってる動画見ますけども、日本車の関税率ってなんか安いんですかね。まあ調べれば分かることは調べるんです、分かるんですよ。でもこれね調べて分かったら質問することがなくなっちゃうんで、コミュニケーションって意味も込めて あえてねミスターマイアミさんにこの肌感覚とかでも込みで聞いてみたいんですよ。本当かどうかはもう抜きにして、こんな感じじゃないですかみたいな生活感を聞きたいんですよね。よろしくお願いします。税金どんな感じで受け止めてますかってことですね。で失礼します。